サンバガトリオです。久しぶり皆さん。久しぶり。今日はね、あいつですわ。俺にビビったことしたやつ。メールも返さん、既読無視、全てにおいて最低な大人、シルさんの誕生日が8月31日です。まあ今からね、買い物して、まあプレゼントはどうでもいいんですけど、まあどういうやり方をするかまた相談していきましょう。はい、はい、レッツドリー。はい、到着しました。ここはどこかな。リンクアウトレットパークです。リンクのアウトレット。まあ、俺買い物、自分の買い物したいから。何買おうかな。罰ゲーム何考えるかな。罰ゲーム、あんなことしたからな。こんなに待て。なんかちょっとかんな、めちゃくちゃしたいな。じゃあ今からなんかいいの見つかるか行きます。はい。ちょっとなんかおすすめない？おすすめ電化製品。あ、そうやな、家電系 YouTuber。 家電なんか見に行く？あ、気に入った。自分の買い物ばっかりやん。はい、ね、冗談に決まってるやん。自分のばっかりやん。冗談やん。冗談。これいいね、かわいい。このセットアップで、これ新しいこうニューバランスで気持ちを全部入れ替えてもらうという意味で、靴もあのおっさん一緒なんで、心入れ直すと思う。デブやからな。デブやから L。 デブやから L さん。はい、新しいバランスで頑張ってもらおう。どうですか。これは 3D のもみ、これいい？こっちって書いてあるから、うん、今までその俺の買ったやつ全然違う。もうこれ白さん疲れてるから、これにしようかな。いいんちゃう。決定やん。決定、早っ早っ。島根かつてない立体的なもの、重み、心地、心地、喜びそう。これいいよ。でかっ、めっちゃでかいやん。豪華やん。なにこれ。あいつを癒すやつ。あいつを癒すやつ。いいの選べたね、うん、意外に喜ぶ。絶対。まあどうあげるかやな、うん、車の中ロケット穴でやりすぎやしな、うん、あのドラゴン。ドラゴン花火、花火のドラゴン。あー、燃えへん。燃えるかレクサスやったらな、小麦粉ばらまこうが綺麗に掃除してくれるからいいんけどな。ありがとうございます。虫。それは今ね、ピンとひらめきました。僕紙吹雪やられたから、うん、あんなんじゃ済まさへんから、やっぱ誕生日やから、まあ定番な生クリーム顔面にっていうやつだけど、ホイップって今売ってるじゃん。あれ絞るやつ。そうそう、あの絞るやつ、これでいきたいと思います。いやー、車でやばいな。むちゃくちゃ。やっぱ紙吹雪を超えなあかんねんな。超えないとダメです。それ許されへん。俺にやってくれ、うん、まだまだかかると思うんで、うん、はい、まあ、とりあえず今日はお疲れ様でした。お楽しみに。おはようございます。おはようございます。とうとうこの日がやってきた。はい、ぶち殺せる日が。あんだけ俺に巻いた。おはようございます。こんなに巻いて、あのおっさんに、うん、今日は顔面ホイップやっちゃいます。今からじゃあホイップ買っておびき寄せて、うん、コンビニで買いに行ってるふりして、お前が後ろでやって、そのまま、乗って、最後トリックって言った瞬間ガーンって言って。分かった。一旦のおっさんの車でやるから。車終わるな、ほんま。で、マスクしてるやん、今。外せやん。うん、ほんなら、あ、よかった、ここは、バーンって俺が横から行くから。向かい行く。はい、2個。もう最高やな。じゃあ、全部2個。行きます。はい、買いました。イェイ。今ならね、はい。これで、顔面に塗って、ってやん。でも、このまま食わして。うん、おめでとう言うて。おめでとう。うまくいくかな。最高やん。リナッチがやるからうまくいく。いく？うん。リナッチがやるんやから。大丈夫？うん。じゃあ、お祝いしてあげようか。うん。最高なお祝いやな。ね、皆さん、お楽しみに。うん。レッツトリック。トリック。はい、じゃあ、久しぶりのサンバカトリオです。で、今日はどこ行くんでしょうか？今日はね、俺のタジに。前行けんかったっすやん。前、行ったんですけど、誰かのせいで。日曜じゃなくって、今日は日曜日やから、絶対に、
やってます。まあ、美味しい魚とかお刺身とか食べに行きましょう。食べに行きます。はい、行きます。レッツトリック。はいどはいどはいどトリック。はいど。おめでとう。誕生日おめでとう。シルさん、マスクしてるからよかった。まだよかったよ。おめでとう。ちょ、待って。食べないと、これ、ホイップやから。ちょっと食べないと。おめでとう、シルさん。よかったな、俺のタジに。あー、やばい、これ。やばい、これ。来る時の偉そうに言って、何歳になったんですか。田尻さん何歳になったの。ちょっと待って何歳になったって。ちょっと落ち着かせて。うわやばい。こんなんなるでしょ、急にやられた時。あやばい。ちょ、マジでこれ田尻行かれんやん。田尻とりあえず行きましょうなね。こういうおめでとう。とりあえずおめでとうございます。もう僕らのほんまに気持ちですよ、これ。何歳ですか。もう46かな。46歳。はい、じゃあとりあえず洗いに行きましょう。俺顔洗うまでこの顔でいい。当たり前、運転してください。赤吹いた、赤吹いた。そのまま。これマジでやばい。そのまま行って。じゃあとりあえず顔洗いに行こう。はい、洗いには行かさせてくれるんですか。当たり前、田尻行くんやから。ミラー越しです。やばいねんけど。これあれなんだ。完全に千と千尋に出てくる、この車で高速なんて乗ったことないという、これで行きませんよ。疲れなんで。僕の車乗り換えに行きます。そうです。このためだけに乗ってきてもらえる。マジで。だって汚れたら嫌ですもん。そんな紙吹雪とかするから。思ったよりさ、汚れんかったよな。いや、マスクでよかったやろ。危ないっていうか、めっちゃ危なくない。もう終わってるけど。終わってるけど。頑張れ、シルさん。ホイップを全力で洗い流す。このお風呂で這いつくばってる人初めて見た。あ、このシルさん、このおパンツさ、これあのユニバでシンシが買った子。これだからこれ海落とされてもええようにこのパンツにしたのに。あ、そうなん。ちょっとだけ意識してたんで、なんかあるんちゃうかな。誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー to you。ハッピーバー、だからちゃんと服汚れてもちゃんとこういう風にできるようにしてます。はい、ちゃんと服用意されてます。あ、すごい。これ両方とも買ってセットでやった。もうそれ着替えていくんですよ。じゃじゃじゃーん。お、いいやん、シルさんっぽい。めっちゃ若いな。僕の誕生日プレゼントでかいよ。でかい。仕事最近遅いじゃないですか。めちゃくちゃ頑張ってるんで、スーパーマッサージ 3D のね。それめっちゃいい。めちゃくちゃいいです。これ僕欲しいんですよ。これやってみてください。うわー、いいな。反対すごいです。物もみで、これ家でね、このソファーに置いたらもうビビるぐらい気持ちいいので、疲れてる体を癒してください。ありがとうございます。イエーイ。じゃあ気を取り直して海にハマりに行きましょう。いや、レッツトリ。マジリ漁港到着。おお。とりあえずホタテとそのシラス、あとチャンジャカオで。すごっ。白菜ときゅうりとスルメください。今から帰って食食します。高槻になんとコトカができてる。どれがいいですか。おごりますよ。これめっちゃ美味しい。贅沢な顔で。どうぞ食べてくれる。じゃあシルさん、誕生日おめでとうございます。最高やん、こんなに。40 46 46 Happy birthday to you.
いいの買ってるね。はい、じゃあシルさん、チャミスルで乾杯。チャミ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 おめチャミおめ。もう絶対無理やん、このお前シルさんでかいもん、うん、これ食えやん。うわ、めっちゃうまいわ、ほんまにうまい、うん、うまうまい。 Happy birthday to you.